2ですね、バブル期ですね、ここどうなるかっていうのを話していきます。で、バブル期に関しては、まあ、具体的な時期っていうのは正直、ここですってピンポイントには言えないんですけど、まあ、僕の予想は多分2020年の中盤もしくは後半ぐらいですね、ここにかけて、もしかしたら、2021年なのかもしれないんですけど、まあ、そこにかけてこう市場がこう絶頂期を迎えるみたいな感じですね。で、この時に、まあ、市場環境としてどんな感じかっていうと、まあ、とりあえず最初は品質がめっちゃ上がっていきます。で、僕のチャンネルとかまさにそうなんですけど、去年チャンネルを始めて今になって、じゃあ動画の品質上がったかっていうと、もう結構だいぶ上げてるんですね。で、どんな感じで上げたかっていうと、もちろん音声の品質とか、あと編集の品質とか、あとトークの品質とか、あと動画の尺の長さとか改良しまくってきたんですね。で、それで、まあ、僕で言うと多分今100本ぐらいの動画を撮ってきたんですけど、まあ、こういうのを、まあ、みんなやるので、その YouTube 市場全体の品質っていうのがすごい上がっていくと思います。これが2020年ですね。で、それでさらに、一つ象徴的な出来事が起こると思っていて、これ何かっていうと、何か一つのチャンネルっていうのが、大企業にこう売却されるんじゃないかっていう、まあ、こういうふうに僕は考えています。で、なんでこういうふうに考えてるかっていうと、これブログも全く一緒で、ブログって2014年、もしくは15年だったかな、それぐらいに、メリーっていうサイトわかりますかね。ブログ界に詳しい人、もしくはキュレーションサイトとかですね、詳しい方だったらメリーとかって聞いたことありますよね。で、もしくは、ウェルクとかわかりますかね、社会問題になったじゃないですか。で、あの辺りっていうのが、2015年から、16、17、まあ、それぐらいの年代だったんですよ、出てきたのが。で、それで、メリーっていうのが、確か2014だったと思うんですけど、2014年に DNA って会社あるじゃないですか。で、あそこにこう売却したんですね、そのメディアのサイト自体を。で、金額は確か公開されてないんですけど、数十億円みたいな。で、それ当時僕もリアルタイムで見てたんですけど、その時にみんなどういう反応するかっていうと、あ、キュレーションサイトってめっちゃ儲かるんだみたいな。じゃあ自分もやろうみたいな感じですね。で、まさに僕もそのタイミングからそういうキュレーションサイトが作ってたんですけど、まあ、僕の場合そんな中ずっぱずだったんですけど、まあ、そういった感じで一つその象徴的な出来事っていうのが生まれると、そこからこう、バカーンと、なんかバグ開始みたいな感じになるんですね。で、多分 YouTube チャンネルも最近こう、ふつふつと、YouTube 稼げるぞみたいなのがこう、巷で広がってると思います。で、広がっていって、で、多分年内、2020年ぐらいに、まあ、どっかのチャンネルっていうのが、どこかにこう、数十億とかで売却すると思うんですよね。まあ、それこそ全然わかんないですけど、フェルミ研究所とかあるじゃないですか。あそこが、例えば30億円でどっかの企業にこう売却されたみたいな。まあ、こういうニュースが出たら、それが、なんていうんですか、まあ、テレビニュースレベルでこう波及するわけですか。ってなってくると、日本全体がびっくりするんですよね。今この動画を見てる方っていうのは、ある程度そのリテラシー、IT のリテラシーが高くて、で自分なりにこう情報収集をしている方たちなので、YouTube が稼げるとか、これから 5G の時代だとか、あとなんか、例えば、なんですか、まあ、今動画の影響すごいやないとか、まあ、多分普通にわかっていないですか。でもじゃあ日本全体の他の人たちは知ってるかって言われたら、もう皆さん何も知らないんですよね。ただそういった何も知らない人たちの層にも、もうその大型の売却っていうのが決まると、ズドンとニュースが流れるみたいな。で、流れた結果、あ、YouTube 稼げるんだみたいな。そこでまたこうドバンと参入していくんですよね。で、そこはバブルの絶頂まで向かうと思います。はい、というのが、今フェーズ2の場所ですね。ここはバブル絶頂期の話です。じゃあ、最後一番フェーズ3ですね。バブル後ですね。まあ、バブルって僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあそういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあそのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけ嬉しいです。